この後どうしよっか。バンドレまでまだ時間あるけど。カフェ行こうよ。この前めっちゃ映えるスイーツを見つけたんだよね。あれ、どの子たちじゃん。リゾさん、こんなところで会えるなんてマジ運命なんだけど。相変わらず大げさだな。あ、こんにちは。こんにちは。ユキナ先輩たちは何してたんですか？私たちは江戸川楽器店に行ってて。事務所で打ち合わせよ。来月のスケジュールについて話していたの。ってことはこの後フリーって感じですか？なら一緒にお茶しましょう。めっちゃおすすめのカフェがあるんですよ。いいね。私たちもどこか寄っていこうかって話してたんだ。ユキナとリンポもそれでいい？ええ、構わないわ。そんじゃ決まり。メジャーの話いろいろ聞かせてください。まさか先輩たちと一緒になるなんて思わなかったね。霧ヶ谷さんがいると何が起きてもおかしくないわ。リンコ、私たちも行きましょう。はい。そんな感じで東コレは大成功。これは来年の国民の休日に東コレ記念日が加わるの間違いないっしょ。ほんと盛り上がったよね。私も参加したけど超楽しかったもん。なら次も来てくださいよ。まためっちゃ面白い企画考えるんで。トーコちゃんメジャーの話を聞きたいって言ってたのに、ずっとスーパートーココレクションの話をしてるね。騒がしくてすみません。いえ、少し驚いてしまっただけで。それにしても久しぶりですね。ヤシオさんとこうやってお話しするのも。そういえば二人は幼なじみなんですよね。ルイルイから聞きましたよ。あら、そうだったの？はい、母がヤシオさんのお母さんと知り合いで、子供の頃よく音楽コンクールで顔を合わせていました。ただそれから長い間お会いしていなかったので、本当に幼なじみと言っていいかは疑問です。子供の頃の知り合いと言った方が正確かもしれません。へえ、連絡は取り合ってなかったの？個人的には。白金さんもおっしゃっていましたが、顔を合わせていたのは子供の頃でしたし。はいはい、ルイってどんな感じだったんですか？てか二人の昔話めっちゃ聞きたいんですけど。特に話すような珍しいことはないわ。それよりそろそろ練習の時間よ。行きましょう。あ、本当だ、もうこんな時間。リサ先輩たち、すみません。先に失礼します。またお茶しましょう。今度こそメジャーの話聞かせてくださいよ。またね。本当トークは面白いな。サヨから話は聞いていたけれど、確かによく喋る子ね。でも驚いたよ。まさかルイとリンコが子供の頃の知り合いだったなんて。音楽コンクールで顔を合わせていたと言っていたけれど、それ以外では会ったりしなかったの？一回だけ私のお家でセッションをしたことがあります。リンコとルイのセッションか。子供の頃って言っても二人とも演奏上手だし、なんだかすごそうだね。そんなことは。ヤシオさんはともかく、私はピアノを離れていた時だったので。ピアノを離れていた？コンクールでの失敗が忘れられなくて、一時期演奏することができなくなって。それは前にもう一度挑戦したあの大きなコンクールのことかしら？ああ、
金賞を取ってリベンジしたあのコンクールだね。でもそっか、リンコもそういうスランプの時期ってあったんだ。はい、あの時期は本当にピアノを弾くのが怖かった。でもヤシオさんが私に教えてくれたから。あら、もうこんな時間なのね。そろそろ行きましょう。だね、暗くなる前に帰ろっか。そうですね。